パリゴリン男子初日、1日、ルゴルフナショナル、フランス、7174YD、パー71、画像、米国代表のウェア技、定番松山秀樹は午前9時44分、日本時間午後4時44分、ニティオフ氏、前半をボギーなしの5バーディ、31、パー36、でプレイ。5アンダーとして、単独首位で後半へ折り返した。2番、パー3、 で5メートル半のバーディパットを決め、3番、パー5は3打目を数十センチにつけて連続バーディ。7番で7メートル超えのバーディパットを流し込んで3アンダーまで伸ばすと、8番、パー3は2.5メートルのチャンスにつけて完成を浴び、4アンダーで首位に並んだ。9番、パー5はフェアウェイからの2打ち目をグリーン右サイドまで運び、3打ち目で寄せて5つ目のバーディ。単独首位に抜けた。 五輪初出場の中島啓太は日本時間午後6時17分にティオフ。1番をパーでスタートした。東京大会の金メダリストのザンダーシャウフェレ、米国は日本時間午後6時55分にスタートし、1番をバーディ発進とした。